にちは、 ABS プロスタッフの時計和則です。今回は ABS 最新作ナノです。アキュロール3のレポートをお送りいたします。ナノデスシリーズ最大の特徴といえば、他社メーカーにはないリアクティブではないカバーストック樹脂です。日本で生まれ、巧みな製法でこだわり尽くして作られるナノデスブランドは、他にはない素材だからこその魅力があります。今回のアキュロール3では、その樹脂構造に新たな製法を取り入れ、加工密度を下げること、いわゆる分子結合を少なくすることで柔軟性を高めて、摩擦係数を 11.4% 向上させることに成功しました。いかに光沢のある表面加工で今までと別世界のグリップ力を出せるか、加工密度を調整しながらできたカバーストックは、ナノフレックス82パール with フラーレン C60、 今までのナノデスシリーズと比べてもポリッシュ状態でオイル状での空滑りを防ぎ、ドライゾーンでのグリップ力も向上させています。またカバーストック変更によって反発係数も 10% 近く下がることで、ナノデス特有のピンアクションに磨きがかかった部分は特筆すべき点でしょう。特徴なのは、柔らかく曲がり始めて最後にパワーが一気に放出される感じといえば良いでしょうか。イメージだけで追うと、ポリッシュ状態ではなく、やや曇っているボールを投げているかのようなミッドレーンの安定感があり、それでいてピンヒット前にもう一度曲がろうとする感じがします。なんといっても転がり感が良いのが心地よいというか、曲がりとの相乗効果も味わうことができます。このアキュロール3はこのままポリッシュ状態で使っていただいてももちろん構いませんし、ほんの少し光沢だけを消して、さらにミッドレーンでの安定感を増やしても、本来のカバーストックのパフォーマンスを損なわずに使用することができます。私たちはこのカバーストックでさまざまなテストを行ってきました。箱出し状態でも、やや光沢を消しても幅広く性能を引き出せる要素も、このアキュロール3の良い部分と言えるでしょう。他社には真似できない唯一無二のナノデスブランドの最新作は、低加工密度を用いた柔軟性のある特殊構造。その柔軟性は衝撃吸収コアシステムにプラスされたピンアクションを実現させています。どうぞ皆様、このナノデス最新作アキュロール3お試しください。